オオカミゲームアナザー残酷な奇跡オオカミゲームエピソード0後編続きからやってきますよ。これコウ君がバーンってここにかっこよく出てるってことはコウ君の過去も見れるんかね。どれがコウ君のやつかわかんないけど行くよ。金欠の倍に、これは間違いなくちえちゃん。こうして相田優也は米森悟によって重度の薬物依存症になってしまったんです。ふむ、なるほどね。僕たち警察が調べた情報とも全て一致しているよ。よく調べたね。本当だよな。全てはオオカミゲームのためでした。私たちの復讐に無関係な人を巻き込むわけにはいかない。だからゲームの参加者については弟と2人で徹底的に調べ上げたんです。執念のなせる技か。それでその後はどうなったんです？相田優也は米森悟の診断により危険性なしとされ退院することとなった。だが実際には常に薬物の禁断症状に苦しみ不安定な状態だったらしい。処方される薬だけでは到底症状を抑えることはできない。そこで彼はネット販売を通じて別の薬の力で苦しみから逃れようとしたようだ。あれ、これバレてるっぽくね、ちえちゃん。そうだな、小宮ちえ、バレてる。お、捕まるじゃんこれ。え、私、そうですね、我ながら恥ずべき過去ではありますが、ここから先は私自身の口から説明した方が良さそうです。あれ、もうやってないとかそういうこと？一回捕まってる？え、店員ですか？え、当病院ではこれ以上お兄さんの治療を続けることはできなくなりました。ですから来月には市外の病院に転院ということに。ちょっと待ってください。どうしてそんなことに？え、ご両親から聞いていないのですか？両親？すみません、私は両親とあまり口を聞かないので。そうですか。とにかくご両親によると治療費を負担するのが経済的に厳しくなってきたとのことでした。なのでもっと安価な病院に千草さんを移したいと。そんなお兄ちゃんの治療にはこの病院が一番だと聞きました。それを転院させるなんて、それじゃあまるでお兄ちゃんのことを諦めたみたい。私どもとしても心苦しいのです。ですが事情を思えば仕方ありません。ご家族に負担を無理強いするわけにはいきませんから。ちょっと待ってください。お金なら私が何とかします。ですからもう少しだけ待ってください先生。わかりました、わかりましたから、ここで土下座はやめてください。どうするんだろうな。でもそんな容易にね、売人になれるとも思えないんだけど。ふう、お金を用意するとは言ったものの、はっきり言ってまるで当てがありません。コミニバイトの面接すら落ちるし、どうしようもねえでもお金を用意しないとお兄ちゃんの治療費が。はあ、一体どうしたらいいのかしら。お、なんだ、ん、あれは、え、怪しい男、そこの女どけ、邪魔だ。キャース、何、あ、ソッシー、違うか、宗次郎さん、ああ、立花さん、そっちへ行きました。え、なんだこの可愛い子は。そうちゃん、ナイス。これもしかして宗次郎さんの憧れてた先輩？え、そうっぽくね。たー、可愛いんだけど。なんだこのロリキャラ、可愛いんだけど。何、わあ、初谷ロリっていう。多分二人して30代迎えてそうだけど。実は3、あ、違うか。この頃の宗次郎さんまだ30代手前か。多分20代後半だと思う。すごい、見事な一本背負い。麻薬所持と取引の現行犯で逮捕する。そうちゃん、麻薬取締部に連絡して。合ってる？はあ、了解。体力ないね。さあ、立ちなさい。パトカーで署まで来てもらうよ。ちきしょう、こんなチビに。チビ。など、こんな場所で大物を、逮捕物を見るとは。麻薬がどうとか言ってましたけど、そんなものが現実に存在するんですね。今までもこれからも一切関わりのない世界でしょうけど。いや、売人になってるよ、ちえちゃん。ひ、何、電話って、あれ、私の携帯じゃないみたい。あー、そこで、あ、こんなところにスマホが落ちてる。誰かが落としたのかな。だとしたらきっと困ってるよね。あー、もしかしたらなくしたことに気づいた持ち主が自分でかけてるのかも。となるとこの電話出てあげた方がいいよね。あ、はい、もしもし、取りすがりのものですが。おお、これでか。西口のコインロッカーの一番左下、暗証番号は1026だ。30分以内に中身を回収しろ。30分後もう一度かけ直す。え、ちょっと
切れちゃった。折り返しても繋がらない。どうしよう、コインロッカーの中身を回収しろって言われたけど。私が勝手にそんなことしたらまずいよね。でも、私が無視したら、この携帯の持ち主がもっと困るかも。とりあえず、コインロッカーのところへ行ってみよう。その間に携帯の持ち主から電話があるかも。電話が来なかったら、その時また考えよう。もう見覚えがあるこれ。なんだっけな。ファントムウルフの時だね。30分後。結局、携帯の持ち主はわからなかった。どうしよう。一応コインロッカーの前に来たけど。私が勝手に開けるのはさすがに。お、なんだなんだなんだ。あれ？私の携帯でも拾った携帯でもない。そしゃこの着信音はどこから？コインロッカーか。まさかこのロッカーの中？間違いない。一番左上のロッカーの中から音がする。もしかして30分後にかけるって言ったのはそういう意味？どうしよう。さっきの電話に出たのは私だし。そうだ。電話に出て事情を話せばいいんだわ。そうよ。それならきっと問題ないはず。それじゃあロッカーを開けよう。暗証番号は確か1026？ ああ、開いた。中身は大きなカバンと、あ、やっぱり携帯が鳴ってる。はい、もしもし。カバンに前回の報酬と新しい物が入ってる。顧客リストはスマホに登録済みだ。え？いつも通りリストの客に物を売りさばけ。売り終わったらまた報酬を渡す。ああ、ここで代わりになったんだな。ちょっと待ってください。あなたは一体？質問はなしだ。そういう契約だったろ。切られた。報酬と物って、まさか。やっぱり。カバンの中に白い粉やら、錠剤やら、そして大量の現金。やっぱりこの携帯は、さっき捕まった麻薬の売人の携帯だったんだ。ああ、本当なら今すぐ警察に届けるべきなんだろうけど、今の私にはお金が必要なの。それも継続的にお兄ちゃんの治療費を払い続けるためのお金が。ごめんなさいお兄ちゃん。お兄ちゃんが知ったらきっと私を叱るだろうけど、私にはこのお金を手放すことなんてできないよ。お兄ちゃんが目を覚まして私を叱ってくれるなら、私どんな悪い子にだってなる。こういうことだったのか、ちえちゃん。これはまだちえちゃんのストーリーが大見えた。ああ。そうして私は違法な薬の売人となったのです。渡された携帯の顧客リストの中には、相田優也さんがいました。ああ、じゃあもともと、あれだったのか、もう優也は購入してたんだ。ちえちゃんから買う前から。もちろんその時は殺人犯だとは知りませんでしたけど、それに直接会ったこともありませんでした。取引はネットを通して行ってましたから。ですが私の売った薬で、相田優也に悪影響を与えたのは事実です。あの時私が、無分別な行動を取ったせいで、ちえちゃんが捕まるのはしょうがないとしても、この元の売人も捕まえなきゃいけなかったよな、美咲ちゃんたちは。相田優也のその後の凶行を引き起こしてしまった。ごめんなさい、美咲さん。私のせいで。ちえさん、そんなに自分を責めないでください。優也の凶行を止める機会はいくらでもありました。あの日電車の中にいた俺にだって、優也を止められなかったのは、ちえさんだけのせいじゃありませんよ。いやでも俺、雪なりとりっちゃんは本当悪くないと思う。何回でも言う。でも責任を感じずにはいられません。相田優也が強行に走らなければ、狼ゲームが開かれることもなかった。リツさんたちが亡くなることもなかったんです。そう思うと。でもちえさんは、リツさんを救おうとしたじゃないですか。自分の命を犠牲にしてまでも、親友の命を救おうとした。だけど救えませんでした。私が殺したようなものです。だから私は、いとこさんや他の遺族に謝り続けないといけないんです。ちえさん。後悔する気持ちはわかるよ。大事な人を救えなかったことに責任を感じてしまうこともね。でもね、客観的な立場の身から言わせてもらうと、相田優也が凶行に及んだ原因について、君一人で責任を背負い込むのは間違いだと思うな。ちえさんにはちえさんのやむを得ない事情があったのだろうし、その後、相田優也と関わった人々だって、彼らなりの事情があったんだよ。次は誰だ？精神病棟から退院して数ヶ月後、ネット販売で得た薬物で精神に異常をきたすようになった優也は、やがて幻覚を見るようになり、その行動も周囲に危険を及ぼす行為へと変わっていった。
ゆうやが違法な薬物を摂取することになってしばらく後。お母さん、ねえお母さん、ここにいたんだね、探したよ。ああ、見ず知らずの女性に。え、私のこと？あなたは誰？何言ってるのお母さん。僕だよ、ゆうやだよ。自分の子供のことを忘れちゃったの？何言ってるのあなた。頭おかしいんじゃない？あなたのことなんて知りませんから。それじゃ。なんだよそれ。ひどいよお母さん。なんで僕を無視するの？僕はお母さんのこと愛してるのに。僕のこと嫌いになっちゃったの？だからいつも僕のこと殴るの？やめて、お願い来ないで。なんでこっちを見ないんだよ。僕の目を見てよ。首が苦しい。お母さんが望んだことなんだよ。お母さんが死にたいって言ったから僕が殺してあげたのに。なのにどうしてあの時死にたくないなんて。そうだ、僕がお母さんを殺した。あれ？それじゃあ、あなたは一体誰？お願い、助けて。え、ここは一体？俺、初期に戻ったんか。僕はどうしてこんな場所に？ええ、あ、助かったんだ。君、どうかしたの？なんだか苦しそうだけど大丈夫？まあ、そら逃げられるわな。警察だ！そこのお前、手を挙げろ！竹雄。通常通り怪しい男を発見しました。たった今女性を襲っていたようです。そうか。ったくめんどくせえな。俺の仕事を増やすんじゃねえよ。ほら、さっさと逮捕するぞ。え？逮捕って僕を？どうして？なんか竹を久々に見た気がする。薬で幻覚を見るようになった優也はやがて警察沙汰を起こすようになり、その結果刑事の小島竹雄に逮捕され、裁判にかけられることとなった。本来ならそこで有罪となり、収監され、薬物依存の治療も受けられるはずだったけれど、これを美穂さんがどうにかしちゃったんか。ここでも相田優也は数奇な巡り合わせによって罪を免れてしまうんだ。優也が逮捕されてから少し後、留置所の面会室にて。あ、やっぱ美穂さん。こんにちは優也くん。今日はいいニュースを持ってきたわ。え、あなたは？確か美穂さんでしたよね。僕の弁護士の。そうよ。私はあなたのお母さんじゃないわ。今日は幻覚を見ていないよね。ようやく薬が抜けてきたかしら。はい、そうだと思います。だってこんなに最悪な気分ですから、僕が女性を傷つけただなんて。ええ、あなたのしたことは最低の行為よ。だけどそれは病気のせいでもあるの。あなたのカルテを読んだわ。あなたに必要なのは有罪判決じゃない。適切な治療よ。そうでしょうか。僕が罪を犯したのは事実ですし、ゆうやは償おうとしてたんだ。刑務所に入る覚悟なら、もうできています。大丈夫よ。いいニュースがあるって言ったでしょ。実はね、警察の捜査に重大なミスがあったの。ミス？え？ミス？え、簡単に言うと、担当刑事が本来やるべき手続きを怠った竹雄。これは明らかな怠慢よ。私は裁判でその点を追及するつもり。ずさんな捜査で市民を有罪にするなんて絶対に許されないもの。私が必ず無罪にしてあげるわ。そのためにあなたの弁護を引き受けたんだから、刑事事件で無罪判決を取れるチャンスなんて滅多にないわ。僕が無罪？竹雄の怠慢があったからってね、無罪にしちゃうってすごくない？と、こうして小島竹雄の怠慢と海藤美穂の弁護によって、相田優也は裁判で無罪となった。彼は通院治療を条件に釈放されたんだ。もちろん優也の薬物依存症がそれで治るはずもなく、彼の症状はますます悪化していき、そしてあの電車事件の日を迎えることになる。じゃあ今回はここまでとさせていただきます。竹雄久々に見たね。この後どうなるんだろうね。なんか、それこそ縦型の最初期の方の狼ゲームの時にはマキさんのお話とかも確かあったよね。凛太郎たちはめて取材した挙句面白おかしく書いたやつ。それはここでやるのかな。どうなるんだろう。まあ、とりあえず一旦終わります。それではシアンでした。またね。